エオン劇12年8月6日は中国の東神、羅山に住んだ高僧。同名の随代のエオンと区別して、羅山のエオンとも呼ばれる。属性は、歌詞、中国仏教史の重要人物の一人、岩門群道藩県出身の人である、21歳の頃に、作道安の下で出家した。道安に従って、各地を転々としたが、上洋に住した時に、 全身の府県が進行し、道安を長安に連れ去ったため、エオンは死と別れて南下し、慶州へ明寺に移った。その後、神陽軍再創建に至って、路山に入り、西林寺、後東林寺に住した。それ以後三十年余り、エオンは一度も山を出なかったという。この事実を踏まえて創作された、古慶さんは来の話が知られる。高安年。 ク熊羅獣が冠中に入り国師として後ンの都庁案に迎え入れられると、エオンはク熊羅獣と往復書簡を交わし、進出の経典についての疑問点等を正した。その書簡集が大状態偽証である。元号元年、エオンは同志123名とザ山山中、半若大の阿弥陀仏像の前で念仏実践の誓願を立てる。これによって、エオンは 白蓮舎の祖と仰がれることとなる。ただし、エオンの念仏行は、後世の浄土三部行に基づく、商名念仏とは異なり、初船三枚行に基づいた全館の手法であった。さらに、当時、ロザ山を含む長江中流域の覇者であった関元に、対して、仏法は王法に従属しないことを正面切って、問いたのが、シャモン不敬王者論である。次回堅固なエオンは、 会立の整備にも努め、重症率の翻訳及び普及に尽力した。ありがとうございます。